はい、それではジャンサク TV をご覧の皆さん、おはようございます。麻雀連合の安永真由美です。さあ今日はですね、第19回関西インビテーションカップの模様を実況生放送でこちら天満橋会館よりお届けいたします。ご視聴の皆さん、応援コメントどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、本日の大会なんですけれども、ルールは一発、裏ドラ、赤ドラ、缶ドラ、積み場、リーチ後の暗冠一切なしですが、食い替え放題というミューカップルールで行います。ぜひこの辺も見ながら、あ、こんな戦法かなんてご覧いただければと思います。そして本日は半チャン6回戦で行われます。ポイント持ち越しで全6回戦行いますが、3回戦までのポイントで上位16名が4回戦に進出します。そして4回戦は準々決勝、5回戦は準決勝、そして6回戦目が決勝となります。長時間となりますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、ここで今日参加する皆さんを紹介していきたいと思いますので、参加者の皆さん、ぜひ元気いっぱいのアピールをよろしくお願いしたいと思います。それではまずご紹介しますのは、予選を通過しました一般参加の皆さんです。12月18日予選1位通過、大原康隆さん。大原さん、はい、大原さんです。ニコニコですね。続きましては3位通過、堀中康之さん。堀中さん、あ、いたいたいた、はい、頑張ってください。続きまして4位通過、北山さとるさん。北山さん、あ、うまいですね、よろしくお願いします。そして5位通過、田代翔平さん。アピールアピール、ガッツポーズガッツポーズ。ありがとうございます。続きましては6位通過、小西孝之さん。カタロットさん、めっちゃアピール。そして7位通過、日本プロ麻雀協会中本優也選手。中本さん、あ、いきなりの放送卓です、頑張ってください。そして8位通過、最高位戦日本プロ麻雀協会所属、福本哲也選手。福本選手、はい、頑張ってください。ありがとうございます。続きましては1月15日予選通過の皆さんをご紹介いたします。1位通過、東家俊一さん。タクシーさん、行くで行くで。気合が漏れています。そして2位通過、山本孝和さん。あ、後ろです、後ろです、こっちです、頑張ってください。そして3位通過、沢田和夫さん。清掃ではない格好ですね、今日は長袖です。続きましては4位通過、日本プロ麻雀協会所属、新田智和選手。頑張ってください。そして5位通過、川西隆さん。左左後ろ後ろ、いました、頑張ってください。そして6位通過、平井雄介さん。平井さん、あ、はーい、手を振ってくれました。8位通過、木村昭雄さん。前日予選ですね、昨日行われました2月4日予選ご紹介いたします。1位通過、第15回関東インビテーションカップ優勝、本日参加選手最高齢80歳、清田治さん。80です。そして続きましては2位通過、米津光平さん。後ろです、頑張ってください。そして3位通過、大月俊秀さん。カブカト。さあ続きましては、4位通過、小島健二さん。あ、大きく手を振ってくれました。そして6位通過、中山飛行さん。どこだどこだ、あ、後ろです後ろです。頑張ってください。そして8位通過、最高位戦日本プロ麻雀協会所属、西草大輝選手。大ちゃん、頑張って。
そして9位通過、遠藤陽子さん。おー、元気いっぱいで。そして10位通過、太田祐介さん。太田さん、放送作です、頑張ってください。そして11位通過、日本プロ麻雀協会所属、山敷徹選手。大きいですね、近いですね。そして最後12位通過、山地義政選手。山地義政さん、もうてっぺん取る気満々ですね。さあ、そして続きましてご紹介しますのは、今大会参加の失礼いたしました。1月15日に7位で通過されたのはこの方です。本日1回戦から配信卓に出場の高一点、宇野智美さん。それでは気を取り直してまして、認定プロの紹介したいと思います。今大会参加の麻雀連合所属認定プロ、まずは公式戦9勝認定プロ松井和義選手、真後ろです。接点取るでと、はい。続きましては公式戦4勝茅野明信選手、マスクかっこいいですね。続いては公式戦3勝城島清隆認定プロ、続きましては公式戦6勝認定プロ石原誠選手、そして今年度1月1日に認定プロが新しく2名誕生いたしました。その2人にも本日は参加していただきます。2023年1月1日認定プロになりました、公式戦3勝田村光選手。同じく2023年1月1日認定、認定プロ現正規公式戦4勝岡田圭選手。ありがとうございます。それでは続きましては予選を通過しました麻雀連合所属の選手をご紹介いたします。12月18日予選2位通過、北武史選手。赤いですね。続きまして2月4日予選5位通過、倉谷俊勝選手。倉ちゃん、同じく2月4日予選7位通過、コンタニヒロシ選手。ありがとうございます。それではですね、ここで、道場推薦そして道場王のご参加をご紹介させていただきます。大阪道場推薦松井純子さん、同じく大阪道場推薦増本純子さん、そして2022年大阪道場王柴田大輝さん。なんか出た、なんか出た。ありがとうございます。そして本戦シードの麻雀連合所属選手ご紹介いたします。トーナメントツアー岡本俊選手。真後ろでした。配信卓頑張ってください。そしてトーナメントツアー柴原大蔵選手、そして公式戦1勝トーナメントツアー西坂明俊選手。西さん元気やな。以上40名の選手で本日は全6回戦戦い抜いていただきます。そして本日のこの会場の運営ですけれども、運営は、どこに書いたっけ、中出雄介選手。あー、ホワイトメガネ。そして堀英子選手、ありがとうございます。
さんがこの2人の運営によりまして今日の白熱した戦いを皆さんに配信でお届けいたしますので、ぜひ全力で応援コメントよろしくお願いいたします。そして本日の第1回戦の実況とそして解説ですけれども、実況には大阪ではおなじみの渡辺亜美選手、亜美ちゃん、そして解説には清水英二選手、そしてピンクの髪が印象的な畑芳幸選手にお願いしたいと思いますので、こちらもぜひお楽しみください。それでは実況席の亜美ちゃん、そちらにお返しいたします。お願いします。はい、ジャンサク TV の皆様、おはようございます。あれでした、はい、これより対局となりますが、今